ってやろう。太郎だ。小池です。寿司の太郎さんからの質問です。はい、質問でーす。めっちゃった。F1 復帰が決まったローソン選手ですが、本当に性格は悪いんですか？はい、ということで、はい、今回はですね、はい、なんとそのローソン選手と共にレースを戦った、はいはい、ラーメン大好き小池さんにおいでいただいております、はいはい、よろしくお願いします。お願いします、はい、あいつ性格悪いんでしょ。もうすぐもう俺もつむんだだけをやっつけるのがいいんじゃみたいな感じなんですよ、こう見てる人たちはね、はい、スーパーフォーミュラで走ってた時もなんかそんな感じだったじゃないですか。もう一人で勝手にバーンと走って赤旗出したりとか、ね、チームメイトをなんかあの予選アタックさせないようにしたとか、まあ、いろいろありますけど、まあ、その件については、ね、いやあれはエンジニアが指示をしてわざとやらせたんだっつって、うん、もう二人はグルなんだよみたいな、はい、うん、その評価もだいぶ下がりました。だだ下がり、はい、なのでまあ今日はご本人がね、はい、今いらっしゃいますので、本当にローソンは性格が悪いのかという話をちょっと真実に迫るっていうね。性格がいいとか悪いとかどう判断するいい子なんでしょ。そうですね、うん、なんかイメージがそういう風になっちゃってますけど、はい、うん、でも実際はそうじゃないんだよっていう、うんうん、彼は相当ピュアな人だと思いますけど、ね、はい、どうピュアですか、まあ、いろんな選手と接してこられると思いますけど、まあ、もちろんその感情的になるシチュエーションもありますけど、うん、まあ、例えばその須郷のストラテジーがあんま良くなって、うん、まあ、終わった直後アップセットしたりとかもありますし、うん、まあ、あの鈴鹿の、去年の第8戦の方、まあ、最初のレースの方は赤旗で終わっちゃったんですよね、レースが、うんうんうん、その時とかは、まあ、要は追い上げるチャンスを失ったので、うん、まあ、苛立ってたりとか、そういうのありますけど、それって普通のなんかレベルというか、どんなドライバーでもそうなんじゃないかなと思いますけど、うんうん、なんか性格が悪いと思ったことはないですよ。ああ、そうですか、はい、うん。でも性格が悪いとか、なんかいいとかっていうのは、あのどういう基準でどう、なんか、無線で F ワード言われまくってる、うん、無線で F ワードは、うん、まあ、あのもちろんその日本のレースに出るっていうのと、はい、あの SF5 で、うん、あの垂れ流し、うん、でこれ F2 は多分ないと思うんですよね、うんうん、あの放送に乗ることはあると思うんですけど、うん、F2 はなんかこう全部の無線が聞けるとかってないと思うんで、うんうん、まあ、あのスーパーフォーミュラーは去年から SF5 で無線聞けるようになったんですけど、うん、まあ、それ導入するときにまあ、そういうことがあるからっていうのを話してっていうのもあると思うんですけど、うん、多分 F ワードを SF5 上で言ったこと多分ないと思います。で、まあ、予選とか、うん、あのフリー走行の時に言ったのは多分1回か2回くらいありますけど、うん、別にそのなんかイラだって言ったわけじゃなくて、はいはい、あの例えばそのオートポリスの、うん、ポールポジション逃した時に言ったりとか、うん、ああクソチキショーみたいな、はい、うん、ぐらいしかなんか記憶にないんであんま言ってなかったと思います、うん、だから分かんないですけど、あの口が悪くないじゃないですか、うん、もう角田選手とか、まああのまあ、マックス選手とかもそうですけど、まあ、F ワードを、まあ、うん、あの言うじゃないですか、うん、僕もあのそっちの人じゃないんで、うん、そのネイティブではないんで、そういうなんかどういうスタンスで言ってるのかっていうのはちょっと分かんないですけども、うん、そんなに言われたらちょっとメンタルも大変ですあの結局その無線っていうのは、うん、その無線でしかないわけじゃないですか、うん、そのレース の, その、まあ、アドレナリンが出た状態 の,、うん、あの一部分なわけであって、うん、人間関係ってそこだけじゃないから、うん、常にその状態で言うわけじゃないじゃないですか、うん、そのレースが終わった後とかは、うん、エンジニアとちゃんと話してると思いますし、うん、まあ、それで言うとそのリアムとはそんなに仲良くなかったから、うん、F ワード言われてなかったあそういうことね、うん、それは冗談ですけど、うん、はい、うん、はい、まあ、かなり気は使ってたと思います、うん、その日本に溶け込もうというか、うん、彼の場合ってそのあの何が一番すごいかっていうと、うん、順応性がすごいんですよ。へで例えば日本っていうその異国の地に、はい、まあ、一回も来たことないところに来て、うん、レースするってなった時も、うん、あの日本食も食べますし、うん、カルチャーを吸収しようというか、うんうんうん、それに適応しようっていう
あのレースだけじゃなくて、はいはいはい、レース以外の部分も、うん、なんかそこに対する抵抗感っていうのはあんまないタイプ、まあ、そういう意味であの最初ピュアって言葉使ったんですけど、うん、だからすごいなんか性格はいいと思いますね、そのまっすぐというか純粋になんかそれに向き合おうみたいな。多分人間としてはすごいそういうピュアというか、ね、変にこう F1 俺は F1 目指してるドライバーなんだみたいな。もうなかったですね。もう最初から来てあのスーパーフォーミュラー乗るのでスーパーフォーミュラーで結果を出すことに 100% をかける。これはあの F1 スポット参戦乗った時も同じスタンスです。あのもうあのリカルドがおそらく復帰したらまた元に戻るっていうのは分かってたと思うんで、あの最終戦に向けてあの取り組むっていったところに関してはいつもと同じ状況に臨みましたし、うん、彼もそのスーパーフォーミュラで結果を出すっていうのをフォーカスした1年を送ってくれたんで、片手間でこう取り組んでたわけじゃないと。コース上で相手に負けたくないっていう走りをするのは別に性格悪いではないですからね。勝負に対しての執念だからそこは、まあ、F1 の件も園田選手と、うんまあ、鈴鹿でバチバチやったっていうのがありますけど、はいはいはい、まあ、あれも正直そのチームからあの指示が出てればあの譲るしかないと思って、うん、そのチームオーダーに反した行為をしたらもうすぐクビになるとか、うん、あそうね、あのまあ逆に印象が悪くなるじゃないですか、うん、チームからの、うん、そのチームからの印象が悪くなるんで、じゃあ来年まあリザーブっていうのは決まってたと思いますけど、うん、リザーブもいらないよとかっていう話になっちゃうと思うんで、ここはあのチームからの指示は受けた上で、あとはその、まあ、実際どういうやり取りが行われてたか分かんないですけども、うんまあ、担当エンジニアからも指示があったのかなかったのか分かんないですけど、まあ、その時できるベストを尽くしたのかな、まあ、角田選手が逆の立場だったら同じことしてると思いますし、うんはいまあ、逆にそれができないのであればあのどんどん厳しい世界では勝ち残っていけないと思います。あなるほどね、性格がいいレーシングドライバーなんかいないですよコース上で。まあ、どうしてもその角田選手の相方だっていうところでこうなんかそれすごく偏った見方をされる方もやっぱり、まあ、中にいらっしゃるんで、うん、でそうするとまたそういう人たちがこう、まあ、大きな声じゃないけどまたねそのドーンと、うん、コメントとかつけられてしまうとまたそこに引っ張られる人がいたりとか乗っかる人がいたりとかっていう、うんまあ、面白おかしくしちゃう人もいちゃったりするんでね、うんまあ、それだけ強敵だということですよ。デフリースは性格悪いと言われないと争ってないですからねそもそも。やべえのがチームメイトになっちゃったなと思ってる人がやっぱりこうそういう発言をしちゃうんだろうなっていうね、うんまあ、でも角田選手からすると、まあ、あのチャンスですね今回。あの、まあ、正直その今までこうチームメイトと比較されるっていう対象がデフリース選手と、うん、リカルド選手っていうところでしたけども、うんまあ、同じ若手ドライバーとして戦ってないじゃないですか、うん、ちょっと立ち位置が違うチームメイトだったんですよ、はいはいはい、同じ若手ドライバーでこう天秤にかけられるチャンスっていうのは今回巡ってきたと思って、うん、ああなるほど、うんまあ、これがやっぱレッドブルにあの行くにあたっては両ドライバーにとって大事な戦いになるってことですね、はいうんまあ、ガスリー選手に対してはやっぱ 上回れなかったと思うんですよ、ねうんまあ、ちょっとどういう見方をしてっていうのもあると思うんですけど、うんまあ、全体的には、まあ、もちろん角田選手 のルーキーイヤーとか年目っていう状況もあったと思いますけど、うん、なので初めてこうあの倒してこう倒しがいがあるっていう言い方がしていいか分かんないですけど、はいはいはい、自分の実力を示せるこう、うん、チャンスが巡ってきたと思うんで、なるほど、まあ、角田選手にとってもポジティブですし、うんまあ、僕はちょっとリカルド選手好きなんでちょっと寂しい気持ちもありますけど、うん、控えてる、うんまあ、岩佐選手にとってもまあチャンスかなと、うんうんまあ、まあそういうことですね。ロースの選手が実力を示さなければ、うんうん、その次にまた控えてるドライバーたち、はい、岩佐が含めてね、うん、にもチャンスがね、はい、あれなんですよ。だから個人的にこうリアムを応援したいとか、はいはいはい、日本人だから角田選手から、うんまあ、今担当してる岩佐選手も応援したいっていう気持ちはあるんですけど、うんまあ、なんかその気持ちをなんかこう出して誰かが、うんあのね、負けていなくなっちゃうとか、うん、F1 ドライバーになれないとか、 なんかそういうのに対してこう感情移入しすぎちゃうと疲れちゃうんで、まあなんかもうそれはなんか結果はもう結果じゃないですか、うん、なんかこれで角田選手がの方が早いねってなって、うん、レッドブルに行ってもリアム選手が例えば戻されたとかになったとしても、うん、
あのそれは結果ですし、リアム選手の方が速くてレッドブルに行ったってなっても結果ですし、うんうん、なんかそれは自分がどうにもできないことなんですよ、はいはいはい、自分がどうにもできないことですし、うん、選手もベストを尽くした上でどうなるかってところなんで、うん、なんかどうにもできないことだとか、うん、なんか神の溝を知るじゃないんですけど、はい、まあ応援してるとどうしても感情は入って、それは、うん、全然誰も否定はできないんだけど、はい、その感情を、うん、外周りの人にぶつけるのはやめましょうねっていうことですよね。なんかそれに対してこう、うん、なんか怒ったりとか、うん、ネガティブな感情になるのはあんまりいいことじゃない、うん、いいことじゃないとか、まあそうですね、うん、もったいない、うんはい、まあ自分自身も含めて誰もハッピーにならないですからね、はい、ローソンは悪いやつだと、はい、いうことで、はい、聞いてましたもう忘れちゃいました、はい、まあコース出ればねもう戦いですからね、うんうんうん、まあ、でもそこはあの逆に言うとそのドライバーにこうが非難されるっていうのはチームとしてなんかちょっとコントロールしきれてないところがあると思うんで、まあチームがこうなんていうんですかうまくやるんじゃないですか、やっぱ去年のことも見てると思って私はそのチームとしてこういう時はもうこうしようねとかって約束事をあらかじめ決めとけばドライバー従うしかないと、はい、まあチーム含めて角田選手と、ローソン選手の、まあ、素晴らしい戦いをね、はい、皆さん見ていただければと思います。はい、ということで、やっぱそばにいる人から聞くと、重たいな、いい話だった、どうもありがとうと思った方、またチャンネル登録 F1 ライフのクッション、あ、小池さんもお持ちですね、はい、クッションは F1 ライフスズレイの視点から、そして T シャツ&パン、あ、着てなかった、 T シャツ&T シャツF1 ライフ公式ストアから T シャツください。あ、まだ差し上げてなかったですね、はい、ありがとうございました。